パキスタン人はパキスタンに住む人々。パキスタンは多民族、多言語の国であるが、多くはインド依来系に属し、残りは他の小規模な民族、言語に属する。2011年の時点でパキスタンの推計人口は1億9900万人であり、世界で6番目に人口が多い。パキスタンは世界で 最も人口増加が著しい国の一つである。南アジアという位置関係から、パキスタン人は、周辺の様々な民族が入り混じったものになっている。主な七つの民族は、パンジャーブ人、シンド人、サライキ人、パシュトゥーン人、ムハージル人、バローチ人、カシミール人であり、他に主なものとして、ブラーフーイ人、ヒンドコワン人、シナービト、ブルショウ人、ワヒー人、 マルチ人、皇人があり、他にも国土の北の外れにいくつかの少数民族がいる。パキスタンにおいて最も多いパンジャーブ人は主に中部と北部の一部に居住している。パンジャーブ人はパンジャーブ地方に先住してきた人々であり、その名はペルシャ語で語を意味するポンジと水を意味するアブに由来し、その地を流れる五本の川から来た名である。 カラチにもかなりの数のパンジャーブ人が住んでいる。バローチ人は国土の南西部に住んでいる。シンド人は南東部に居住し、タイがインダス側から名を取っている。また、サライキ人などパンジャーブ人とシンド人の居住地域に挟まれて暮らす民族がいくつかある。カシミール人は北部のカシミール地方において重要な民族である。かつてアジアとヨーロッパを結んだ。 シルクロードが通ったギルギット地方の北部では、バルチ人、ハンザコッツ、ギルギティなどの土着民族が暮らしている。後人は北西の山岳高地で暮らす土着民族である。これらの主な民族に加えて、アフリカの角から来たと伝わるアフリカ人の船乗りと戦士の子孫にあたるシーリのいくつかの小さな集団や1947年に、 パキスタンがイギリスから独立した時にインドから亡命してきたムハージル人がいる。パキスタンにはその他にも数え切れないほどの民族がモザイク状に点在しており、例えば在パキスタンベンガル人、在パキスタンビルマ人、ハザーラ人、タジク人、中国を起源に持つ発火などがある。パキスタンには多くの異なる文化が混在しており、それぞれの地方が異なった。 社会風習を持っている。とはいえイスラム教が異なった地域、異なった民族を統合する影の力となり、パキスタンの価値観と伝統の形成に大きな影響を与えている。ヒンドゥスターニー語の標準の一つであるウルドゥー語がパキスタンの国語である。ウルドゥー語はパキスタンの統一性の象徴として、またいわゆるリングはフランカとして選ばれたものであり。 パキスタンの土着言語間に何らかの優劣関係を認めるものではない。ウルドゥー語は主として第二言語として学ばれるものであり、パキスタン人のうち93%は他の言語を母語にしている。多くの地域言語、地方言語が各民族によって第一言語として使われており、そのうちパンジャーブ語は全人口の45%という最も多くの話者を持つ。 英語は公用語として使われており、かつての長くにわたったイギリス領インド帝国の遺物として、ほとんどのエリート層が扱っている。世界中の多くのパキスタン人は、パキスタンの様々な土着言語を話しており、ウルグー語、サラエキ語、パンジャーブ語、シンド語、パシュト語、バローチー語、カシミール語などが挙げられる。パキスタンで最も信者が多いのはイスラム教であり、 国境になっている。他には、ユダヤ教、宿教、ゾロアスター教、仏教、ヒンドゥー教、キリスト教の信者がいる。世界各地で多くの在外パキスタン人が移住、出稼ぎで暮らしている。その数は、およそ700万人に上り、中東、北、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアで見られる。文民ムハンマド・アリー・ジンナー軍人文学音楽。 クリケットスカッシュサッカー、ありがとうございます。